さすがにちょっとだけお話伺っていいですかね。じゃあ大原さん、ここまで来てどうですか。こんな感じになると思ってなかった。ありがとうございます、本当に。いや、大原さんもね、2週目まで開催6週目までもつれ込んでなんとか上がってきました。急遽さん、どうですか。そうですね、自分も同じような気持ちで、大原さんと対マンするのは多分今回初めてなので、さあ、こんな一番高いところで実現するとは思います。はい、はい、頑張ってください。料理漫画の部屋を紹介したい。3分間スタートです。なんだこれ。これはちょっと結晶っぽいお題作ろうと思って考えて、これはだと思ってこれか。これなんか最近の中で一番手応えがある問題が、料理漫画っていうね、独特な表現が、料理漫画に近い文脈がいっぱいあるから、まあ、どの料理漫画か、たぶん1個は分かるでしょう、もう、誰でも。はい、大原さん。これで仕上げだ。机にリモコンを置く。ミムだ。クーじゃない。キュウキュさん。やったのかわかんないですけど、孤独死した老人の部屋を掃除してたんですけど、なんか孤独のグルメができて、なんか笑いねえな。孤独の掃除。キュウキュさん。よーし、あんかけかけて台無しだ。最後、料理が勝った。仕上げにね。そんなことあるんだ。隅にのりたまを置いて OK。 あんまり料理漫画にのりたま出てこない。あんな簡易な簡易な味。掃除でも料理でもなかった。部屋を散らかした上に料理。30秒。はい、キュウキュさん。何をダスキン、今は私がこの部屋を料理してんの。ちょっとうまい。今まで片付けてなかった方が悪いけど。15秒。さあ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。さあ、2人ともいけそうです。準備ができた、手を挙げてください。大原さん。ずっと持ってた換気扇うるさい。隠し味が判明するシーンのテンション言わないで。急遽さん。ちょっとこういう変なの隠してんじゃないの。ほら、やっぱりあのベッドの下から料理本が出てきた。終了。では行きましょう。丸。上は大原さんの方、拍手をします。キュウキュさんの方、拍手をします。いや、もうこれはもうね、すっきり。あんますっきり決まりそうになかったんで。これにしますか。走り所さん提供のお題です。あなたは人類最後の生き残りです。あなたも10秒後に宇宙人に殺されます。聞いてくる人は誰もいませんが、最後の一言お願いします。1分間スタート。
人類のプライドをかけてお願いします。誰もいない、何を言っても誰にも受けはしませんが、そこでも面白くなろうとしてほしい。急遽さん、栃木県民になった今でも優勝したかったです。あ、今この会場の巨人が乗り込んできて。はい、大原さん、11、19。時間もしてありませんでしたが、大喜利バトルタワー以上となります。ありがとうございました。